筋肉マン考察第4回目です。はい、ですね、今回はですね、戦いの場所がまあ関ヶ原となったんですけど、今回はなんかキャラクター主要キャラクターたちがですね、安土城から関ヶ原までね、関ヶ原五千城まで移動している描写があったんですけど、まあ一応ね、私滋賀県民ですので、地元民としてやはりそのね、関ヶ原と関ヶ原までのね、移動の描写がですね、すごく気になったんですよ、ね、ですのでちょっとその辺をですね、検証していきたいと思いますよ。はい、で安土城跡から、まあ、関ヶ原の古戦場までの移動なんですけど、これはまあヤフーのですね、あれじゃないですか、鉄道路線のなんかこうね、何に乗ってどのくらいの時間かかって、いくら金がかかるというやつあるじゃないですか。で、それでちょっと検索をしてみたんですよ。それでですね、まあ一応今日は7月の1日の月曜日ですので、まあ仮にですね、まあ7月の1日の月曜日の、まあ15時ね、午後3時に出発したら、まあ、どのくらいで着くかというのをちょっと検証してみたんですけど、まあ、鉄道ですと、まあ、所要時間が1時間37分、ね。まあ、安土城からですね、安土の駅まで歩いて、JR のね、電車に乗って、でそれで、まあ、関ヶ原まで行く。で、関ヶ原に着いたら、関ヶ原の駅からですね、大体古戦場まで歩いてね、15分というところですので、まあ、15時32分に出発して17時9分に到着するという、まあ、こんな感じですね。で、ちなみに さっき15時出発と言いながら15時32分に出発というのはどういうことかというあれなんですけど、まあ、15時32分に、まあ、出発して、まあ、そのくらいの時間出発しても、まあ、どうせ、まあ、電車の本数が、まあ、あまり多くないのでね、まあ、15時32分に出発して、これよりも早く出発してもあんまりね、こう結局着くのがまあ17時9分という、まあ、そういうわけですね。で、次は自動車の移動ですね。まあ、自動車の方の移動ですけど、まあ距離がですね、安土城から関ヶ原の古戦場まで 46.8 キロ、ね、あります。で、これをですね、まあ15時に出発するとですね、まあ、到着が16時4分、まあ、1時間4分ですね。ちなみにこれ高速道路も使用しますので、高速道路は彦根から関ヶ原まで使用しますので790円かかります、ね、と、まあ、ここまではお話ししたんですけど、では実際ですね、今回の超人たちがどうやって移動したかがすごく気になっている点なんですけど、まずオメガマンとマリキータマンですか、二人なんか空飛んできましたよね。空を飛んでいったということは、まあ、鉄道とか車を使用せずに移動してるわけですよ。で、これをですね、さらにちょっと、いろいろネットで調べてみたらですね、安土城から、関ヶ原まで、直線距離にすると37キロなんですよ。ね。で、まあ、それでまあ、空を飛んでいるじゃないですか。で、まあ、空を飛んでいるスピードというのをですね、まあ、仮にですよ、ね、ヘリコプターぐらいのスピードで移動してると考えようじゃありませんか。そうすると、ヘリコプターでちょっとまあネットで調べたら、だいたい普通の速度ですと、だいたい150キロからね、時速150キロから200キロのスピードで飛んでいるですね。まあ、それでまあ、時速150キロと仮定してですね、まあ3時にあの場所を飛び立ったとしたら、もう3時15分ぐらい、5分ぐらいにはもうね、ついてるんですよね、あの場所に。で、まあそういうことになるんですよ。はい、でそこでちょっと気になったんですけど、オメガマンとね、マリキータマンが会場に着いた時にはすでにですね、なんかいっぱいお客さんが関ヶ原が集まってるじゃないですか。ね、でまあ近隣住民でしたらですね、まあ3時の時点でですね、まあ試合が決定だって分かったら、まあまあまあみんな車とかですね、ね、使ってね、まあ徒歩でもいいですよ。まあ集まってくると思うんですね。で、まあ、関ヶ原言いましてもですね、漫画の中ではなんか、荒野
荒野市のど真ん中に会場があるように描写されてますけど、実際はですね、関ヶ原の古戦場はですね、前回の動画でもですね、紹介した通り、周りにいっぱい、割といっぱいお家があってですね、ものの車のね、5分、もう3分、5分車に乗ればもうね、町からもう3分や5分でもうすぐ着いてしまうというあれですので、まあ、この人たちは、まあ、関ヶ原の住民ということが、まあ、仮定されるんですかね。で、まあ、まあ、それだけではちょっと面白くないですので、じゃあ仮にですよ、3時の時点でですね、もし東京に住んでる人がですね、この試合を見に来ると仮定してですね、まあ、どのくらいの距離に、どのくらいに移動になるかというとですね、まあ、東京ですと、まあ、東京駅を、まあ、3時10分にね、新幹線で、移動してきてですね、まあ、在来線乗り継ぐと、まあ、到着するのがですね、まあ、18時8分、ね、まあ、3時間ぐらいかかりますね。で、あと、まあ、大阪ですと、まあ、3時、一番近い時間帯ですと、3時、2分の、ね、JR に乗って、でその後新大阪まで行って、で新大阪から新幹線と在来線乗り継ぎて関ヶ原の古戦場まで行くと、まあ、17時9分、ね、17時9分ですよ、ね、で到着ということで、ね、名古屋からで、ね、出発しますと、まあ、名古屋をですね在来線でこう3時ちょうどにね、ね、こう移動しますと古戦場に着くのがまあ16時9分というわけなんですね。で、まあ、このまあ人の集まりね、方を見ているのはちょっと多いのか少ないのかよく分かんないんですけど、まあこうね、こう超人プロレスマニアのね、最寄りの超人プロレスマニアとかね、大勢押しかけてくるという時間帯を考えると、大体この人たちが集まっているのは16時9分ぐらいじゃないかとね思われるんですよ。ですからオメガマンとマリキータマンが到着するのはそのまたちょっと後ですので、まあ、16時、まあ、20分ぐらいと考えましょうかね。そうするとでもそう考えてしまうとですね、オメガマンたちはね、1時間20分ぐらいね、飛んで移動していることになるんでね、まあ、そうなってくるとですね、一つ考えられるのが、その飛んでるスピードがですね、結構遅いと。大体もう、60キロから70キロぐらいのね、割とこう、のんびりとしたスピードで飛んでるんだと思いますよ。ね。で、まあ、というのもですね、なんで、そういう、だいたいそれくらいスピードだと思われるのもですね、なんと、その、ソルジャーとですね、ブロッケンがですね、オメガマンたちが到着して、でちょっともうすぐ後ぐらいにもう走ってね、到着してるじゃないですか。それを考えるとですね、まあ大体時速60キロから70キロぐらいのね、スピードで飛んでたんだと思いますよ。で、まあソルジャーたちも大体60キロから70キロぐらいのスピードで走っていたと。ね、結構ですね、ね、安土からですとね、まあまあ、ね、どういうコースを辿っていったのかちょっと気になるところですけどね。まあ、まあ、超人ですから、60キロから70キロぐらいのスピードで走れるということで、ね、というあれですよ。